ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。ガールズプラネットクークークー、ついに来週が最終回ということで、昨日の放送で、ファイナルに進む18人が決まりました。いやー、皆さんいろいろ思うところはあるんじゃないかなと思います。自分の推しが、ファイナルに残ったという人、自分が推してた子が脱落してしまったという人、もういろんな感情を抱いて、今過去の動画とかを、見漁ってる人多いんじゃないでしょうか。僕はですね、昨日の放送リアタイで見たっていうふうに言ったんですけれども、正直言いますとあんまりちゃんと見てません。直視できなかった。みんな泣くじゃないですか。落ちた人は悲しいし、でなんだけど残った人に頑張れって言うしみたいな、なんかそういうのを見てて苦しくてもう耐えられなくって、なんで順位ね、誰が何位だっていうのはこう発表されていくのはこう見てたんだけど、演説みたいな、演説っていうかマイクで何ありがとうございますとか何々ですみたいな、そういうのはもうほんとなんかBGM として聞き流してたぐらいの感じで、まだちゃんと見てません。木曜日に、来週の木曜日に、ちゃんとした、翻訳版が出ると思いますので、その時に改めて見ようかなっていうふうに思ってます。で、今日は何の話をしていくかって言いますと、脱落してしまった、99分の、18が、ファイナルに進むので、71人、合ってる？81人そんな落ちたか。81人の中からですね、個人的な、もう完全に個人的な、趣味といいますか、僕がいいなって思った印象に残ったメンバーを9人選んで、パク P のパクネットパスによる最強の、グローバルアイドルグループを作ろうじゃないかということで、9人を、ご紹介発表したいなと思います。一応僕は、全然ね K-POP のジャンルとは違うんですけれども、自分で歌も歌いますし、で曲も作りますしっていうことで、ボーカリスト作曲家目線っていう感じで、逆にダンスっていうのは本当も素人なんで未経験者の方と同じような印象なんじゃないかなと思うんですけれども、そういう目線で選んでいきたいなと思いますので、ぜひあなたの推しが入ってるかどうか、楽しく、動画最後までご覧いただけたら嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートよろしくお願いします。それでは、発表していきます。今ね手元にガルプラの、ウェブページを、表示させた iPad があるんですけれども、まず1人目、僕はもう今回のグループはこの子を、主役にしたいと。1人目はチェ・イェヨンちゃんでございます。いやー、はい。この子はですね、ボーカルがすごい素敵な子で、で結構ね過去の動画、パフォーマンス動画ね一通り見直してみたんですけれども、もともと最初の探索戦の段階で K グループで2番目に評価されてた子だったみたいです。で僕ね、このガルプラに関連する生配信とか動画とかいくつか出してるんですけれども、ずっと前から探索戦で高音カーン出してた韓国の子、誰だ誰だみたいなことをねずっと言ってたんですよ。見直しはいいじゃんって話なんですけど、結局誰か分かんないまま、なんかいろんな説があってね、あの子じゃないかこの子じゃないかみたいな、視聴者の方からそれ誰々じゃない誰々じゃないみたいな感じで言われてたんですけど、今回ねちゃんとパフォーマンス一通り見直して、僕がずっと気になってた、もう探索戦から気になってたボーカルの、女の子っていうのが、この、チェ・イェヨンちゃんだっていうことが判明しました。だからもうずっとね今思えば最初から心つかまれてたっていうことですね。まあでも僕的なハイライトはコンビネーションミッションかな、得意分野に分かれてやったやつあったじゃないですか。その時の、チェ・イェヨンちゃんが、入ってる、3人で歌を歌ったパフォーマンス、あれがね僕の中では、ガルプラで一番の
パフォーマンス。もう 何回見てもちょっとグッとくるっていうか、あのイエヨンちゃん の歌素敵ですね。で、歌ってる表情もね、曲と相まってすごく魅力的でございました。で、まあ、K で2位ってことですから、ダンスもバリバリ踊れるんでしょうし、まあ、マルチな才能の持ち主だと思います。その辺も問題ないと思います。あーって、なんでファイナル残ってないんだって、今更ね、めちゃくちゃ残念な気持ちになってるんですけれども、一人目はチェ・イェヨンちゃんでした。続いて、二人目、いきます。二人目が、ユン・ジアちゃんでございます。で、ユン・ジアちゃんはダンスがね、めちゃくちゃかっこいい。僕、素人でもわかる。かっこよさ、キレキレさ。ダンスの、こう、主軸というか、引っ張ってくれるような、メンバーとして、ユン・ジアちゃん、選びました。顔力というか、こう、ルックスの強めな感じっていうのも、バランスとしていいかなっていうふうに思って、ユン・ジアちゃん、二人目、選びました。まあもうね、パフォーマンス見直したらね、やっぱね、常にかっこよかったっす。めちゃくちゃかっこよかった。で、3人目はね、誰が3人目かって言われると難しいんですけど、この子にしましょう。3人目は、J の久保玲奈ちゃん。久保玲奈ちゃんは、僕生配信とか動画で結構ね、名前出すこと多かったんですけれども、まあ、ボーカル。で、ちょっとボーカルのスタイルが、今回ガルプラに参加してた99人の中では結構独特。で、まあその K-POP に染まりきってない、歌唱スタイル、で結構太めの、歌い上げ系、なんかイカチー姉ちゃんみたいな感じ、見た目に合わずというか、でもね、見た目可愛いんだけど、ちっこくて可愛いんだけど、まあ、ちっちゃいですよね、160センチって出てますけど、ちっちゃくて可愛いんですけど、なんかね、この辺の歌ってる顔の周りとかだけ見るとすごい貫禄あって、めちゃくちゃパワフルでいいんですよね。だから、さっき一人目に紹介したチェ・イェヨンちゃんと、まあ、ダブルボーカルじゃないですけれども、ハモったりなんかすると、違う味があってね。イェヨンちゃんはどっちかっていうと、こう、ちょっとかぼそめの、カンカン、高音がスパーンと響く、声で、それに対して、久保玲奈ちゃんは、ちょっとこう、パワフルなっていう感じでいいんじゃないかなと思います。じゃあ4人目、誰にしようかな。C グループのツァイ・ビーンでございます。ツァイ・ビーンに関してはチャンってつけるのがなんかちょっと、はばかられると言いますか。ギリギリまで残ってましたね。昨日の放送まで残ってましたけれども、僕はね、まあ、ツァイ・ビーンいろいろありましたよ。今回のガルプラの中で、こう、浮き沈みが激しい。上がったり下がったりっていう、見え方してたメンバーだと思いますけれども、僕はね、やっぱ一貫してちょっと目が離せないというか、どうしてもやっぱ目いきますよね。オーラ、存在感、まあ顔力っていうんですかね、もうあれはもう才能っていうか、ああいうそのザ・アジアンな、ザ・チャイニーズな顔つき、顔立ちといいますか、あれはパッとね、こう、特に K-POP のグループってこうフォーメーション組んで、メンバーがこう入れ替わり立ち替わりみたいなのが基本だと思うんですけど、それでバッて出てきた時のね、なんかハッとこう目を奪われる感じっていうのはやっぱ何者にも変えがたいかなっていう。まあダンスのスキル、ボーカルのスキルが特別めちゃくちゃ秀でてるっていう感じではないのかなっていうのが、まあ本編の、まあ見せ方としてもあったんですけれども、いやもう関係ないと。もう顔だと。顔力だということで、4人目は、ツァイ・ビーンちゃん選びました。続いて、5人目、K の、改めてパフォーマンスをじっくり見直して、うわ、この子素敵だな、とかって思った、子になります。チョン・ジウンちゃんです。チョン・ジウンちゃん。この子も、ボーカルがすごく素敵な子で、どっちかというとパワフル寄りな、声質というか、スタイルというか、そういう子ですね。でね、改めて見直してみたら、もうずっと、キーリングパートっていうんですか、歌い上げるパートっていうのを担当していて、めちゃくちゃ安定したボーカルを、発揮していた、ボーカルを見せていた、そんな、メンバーでございます。だから、これでボーカル面が、チェ・イェヨンちゃん、で、久保玲奈ちゃん。で、そこに、チョン・ジウンちゃん。まあ、どっちかっていうと、チョン・ジウンちゃんはパワフル寄りの方
いて、でもう一人ね、この後ボーカル紹介するんですけど、まあちょっと2対2でこう対になってるような感じをイメージしています。それでは、6人目ですかね、6人目ご紹介します。6人目がアンジョンミンちゃんでございます。いやー、もうアンジョンミンちゃんもうまいんですわ、歌。うまい。って感じ。なーって感じでございます。で、アンジョンミンちゃんもどっちかっていうと、チェ・イェヨンちゃんと似たようなタイプというか、ちょっとか細い、表現力。なんかこう、細かい表現力で見せるタイプというか、なんでもできますよ、みたいな。テクニック、細かいテクニックがあって、みたいな。そういうめちゃくちゃ、いい、素敵なボーカリストかなっていうふうに思います。なので、チェ・イェヨン・アンジョンミンに対する、クボレーナ・チョン・ジウン。この22の、まあだからボーカル得意なメンバーが4人いるという。まあ今回、ファイナルに進むに、こう当たってね、まあその過程で結構、ボーカルメンバーが、ボーカルが得意だってメンバーが、早めにこう、どんどん落ちちゃったっていうのがあって、で、最終のね、ファイナルに残ったメンバー見ても、ボーカルめちゃくちゃ得意だって、っていう子はそこまで多くないと思うんですね。まあその分、脱落してしまったメンバーの中に素敵なボーカリストがたくさんいて、で、あの子も選びたいなっていう子がいたんですけれども、もうめっちゃこういろんなパフォーマンス見直して、あとは、メンバーとのこの相乗効果どうなるかみたいなこともね、真剣に考えて、楽しく考えて、この4人をまあ、ボーカル、担当というかボーカル強いメンバーとして選びました。はい、続いて7人目かな。7人目は J からいきましょう。J の池間ルアンちゃんでございます。いや、池間ルアンちゃんはね、僕最後のパフォーマンス、オリジナル曲歌ったパフォーマンスがすごく印象に残っていて、なんかやっぱ可愛いステージングですごくこう輝くというか、そういうメンバーだなっていう風に思いました。で、今回惜しくも落ちちゃったんですけれども、なんか結構ね、ランキング見ると、ほんとこう紙一重っていうか、もう当落戦の境界線にいたメンバーの一人だったみたいなんですけれども、まあ残念ですよね、残念ですけれども、見事パクネットパスで生還ということで、7人目が、池間ルアンちゃんでした。はい。して、8人目 C から行きましょう。C。チェン・シンウェイちゃんでございます。いや。はい。チェン・シンウェイちゃんもギリギリ落ちちゃった、子です。ギリギリファイナル行けなかったっていう子。この子も可愛い系ですね。可愛いステージングが魅力の。で、まあ、スキル的にはちょっと、他のメンバーと比べると、見劣りする部分もあるのかもしれないですけれども、やっぱすごく魅力的だなっていうふうに思ったので、ファイナルには進めなかったけども、パクネットパスで生還ということで、8人目がチェン・シンウェイちゃんでした。そして、9人目ね、ちょっとね、ダークホースですよ。まあ、僕の生配信、よく参加してくださった方はちょっと察しがつくかもしれませんけど、最後の一人はですね、 K グループのユ・ダヨンちゃんでございます。はい、もう一人のダヨンでございますね。どっちかっていうとネガティブな印象を残してこの番組を去っていった、ガルプラを去っていった、そんな彼女でございますが、僕はね、これはね、もうなんだろうな、男としてこう男心をくすぐられるというかね、そういう枠でございます。僕のちょっと好みが出ちゃってるかもしれないっていう感じでございますけれども、まあわがままな女みたいな感じに見えてたと思うんですよ。で、まあ実際なんかそうなんだろうなって感じするんです。自分可愛いでしょって思ってて、なんか後から後出しでなんかいろいろ言ってみたいな、なんかもうザ女の子みたいなね、そういう感じの子なんじゃないかなとか勝手に思ってるんですけど、まあ、そういうのにねちょっと弱いんですよね。なんかどうしてもね気になっちゃうみたいなところで、で、まあパフォーマンスどうだったのって話なんですけど、もう別にかっこよかったし、まあ割と序盤で落ちちゃったんで、たくさんのパフォーマンスが残ってるわけではないですけれども、普通にかっこいいし、で、これまでの8人見ると、やや、可愛い寄りのメンバーが多いのかなっていう気もするので、
ユンジアちゃんとかザイビンちゃんとかと、なんかそれのこう後ろでちょっとかっこいい目みたいな感じのメンバーとして、こううまくね、こうこっちに行ったりこっちに行ったりみたいな感じで、バランス取って、いけばすごくいいポジションにいられるんじゃないかななんていうふうに思いまして、こう全体のバランスが良くなるんじゃないかなと思いまして、最後ユータヨンちゃん選びました。こんな9人、ちょっと9人並んでる絵とか出してみましょうか。こちらです、どうぞ。どうですか、絵面的に。全然いけんじゃないですか、これで。世界に打って出るっつってもなかなか面白いんじゃないかなと思うんですけれども、パクピー、チョイス、どうでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、惜しくも、ファイナルまで進めなかった、脱落した81人の中からパクネットパスで、9人を選んで、グループを作っちゃいましょうという企画でございました。人数比としては、K が5人で、J と C が2人ずつっていう感じですね。まあ、各国ね、1人っていうのは、J か C、1人っていうのは、寂しいだろうし、辛いだろうし、精神的に追い込まれていくかなと思ったので、2-2で、かつ、K が最大勢力になるように。まあ、実際ね、K にすごく、スキル的に魅力的な人が多いっていうのはあるんですけれども、まあ、そういうバランスも考えて、5-2-2っていう感じで選びました。パクピーの、グループどうでしょうか、人気出そうでしょうか。ぜひコメントで、聞かせていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。